ト堀井千佐です。渡辺裕子です。この番組では皆様が経験した不思議な体験談を私がご紹介させていただきます。それでは千の砂時計という不思議な空間の中へ皆様をお連れいたしましょう。これは私の先輩から聞いたお話です。車で遊びに行った帰り道のこと、夜10時くらいに田舎道を走っていました。車が緩やかなカーブに差し掛かった時、その先で交通事故があったようで、先輩は道の脇に車を止めて状況を聞きに現場に向かいました。現場では通りがかりの人も合わせて結構な数の人たちがいました。事故は車と自転車の衝突で、車のバンパーの下に自転車が潜り込んで挟まっている状況でした。先輩は被害者が下敷きになっていると思い、悲惨な状況に目を覆いました。中でも被害者の知り合いであろう若い男性は必死にその挟まった自転車を引きずり出そうとしています。その姿を見て先輩も周りにいた人たちも被害者を助けようと協力して、なんとか車から自転車を引っ張り出しました。しかし血痕があるのにもかかわらず、肝心の被害者が見当たりません。おかしいと思いつつ手分けしてあたりを探してみても、やっぱりいません。どれだけ探しても見つからないので、これ以上の捜索は無理だと判断し、あとは当人同士警察に任せることにし、引き上げることになりました。自分の車に戻り、最後に事故現場を横切りました。その時先輩は見てしまったんです。必死になって被害者を助け出そうとしていたあの男性が、事故車の助手席に顔中血まみれで座っていたの。先輩の話によると、恐怖のあまり帰りの記憶はほとんどないらしいです。ただ翌日の新聞には、あの事故のことと被害者の写真が載せられていたそうです。そう、あの時の血だらけの男性です。顔の判別ができないほどの悲惨な事故だったそうです。お帰りなさいませ。いかがでしたか。今回のお話は交通事故のお話でした。それでは天の砂時計という不思議な空間の中でお待ちしております。改めてご紹介します。 MGS プロジェクトミステリーガールズ、ひろこちゃんです。はい、ひろこです。今日はありがとうございました。ありがとうございました。いかがでしたか？楽しかったです。本当にこれ砂時計。そう、砂時計、はい、ありがとうございます。どうだった砂時計が持つ時に、なんかこうどのあたりに出していいのかとか、そう、ね、分からなくて、なんかあのしかも持ってたら普通にまっすぐ持てなくて、手が勝手にこうくの字にどんどん曲がっていくんで、どうやってこれね、これ最初私も、あ、ずいぶん今日ね、ひろちゃんの見てて、ずいぶん私って慣れたんだなと思ったの。最初考えてみたら持てない、フラフラしちゃって。そう、持てない。そう、それであれ、どうしようかなみたいな感じだったから、多分なんかひろちゃんもこんな手が なっちゃったじゃないの。そうなんですよ。そう、これがなかなか大変で、なんか喋りながらこうやって上げながら、なんか目線をみたいなこと
注文しちゃったから、いっぱいいっぱいあると思って、あれって思いながら来てました。そう、今回はね、あのゲストはね、初めてなの。千の砂時計、今までずっと一人ぼっちでやってきて、すごく寂しくって、それで誰かっこいい、誰かっこいいって思った。ちょっとでも確かに嬉しいです、すごい嬉しいです、すごい嬉しいんですけど、私大丈夫ですか？何言ってんの、全然大丈夫だよ、ありがとう、本当に楽しかった。本当ですか？一人でスタジオ入るよりは二人で入った方が確かに確かに、私もだってこの感じで一人だったら心細いだろうって。怖い話してるからさ、なんか心配になるじゃん、自分についちゃうんじゃないかと思ってあれ？あ、でもこの間のライブでライブとかいいかなあ、ライブに来てくださった方ありがとうございます。 あの楽しいライブができたかな。できました。すごい楽しかった、楽しかったです、まあ、私たち、まあ、多分でも来てくださった方も結構あの笑ってくださってた方が多かったので、あ、でもお話じゃなくてフリートークのところで、そうだね、ちょっと変わったお話をしましたね。ね、こういう怖いお話をした後でも、まちーちゃんがいれば万事解決っていう。まあ、あの、じゃあライブにまた来てくださったら、またちーちゃんがあのそういう除霊方法を、まあ、披露してくださるみたいな。頑張ります。楽しみにしててください。はい、絶対私が振ってみせますので。ではまたよろしくお願いします。来てくださいね。千の砂だけ。あ、急に言っちゃった。急に言ったんだけど。え、何、もう帰るって言ったのか。そんなの、まだ、まだ言ってほしい、まだ言ってほしいんだけど。びっくりした。私がこういう話するからもう帰れみたいに。うん、なんかいじめられてる気分になったからね。こんなひろちゃんでした。あ、すいません、はい、またぜひ千の砂時計来てください。はい、ぜひぜひお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。